時間です。マリテンです。どうこです。今日もですね、みっけさんとのコラボ企画になります。風俗求人サイトみっけのサイトに Q&A というコーナーがございまして、そちらに迷体掲載希望と書かれたお悩みいただいております。ありがとうございます。今回はですね、そのお悩みの中一つチョイスをいたしまして、読ませていただければと思います。はい、どんなお悩みなんでしょうか。タイトルです。はい、病んでいるお客様への対応。病んでいるお客様への対応。はい、惜しい。五七五的なちょっと惜しい。それで本編です。お手入れで働いています。私の本指名さんは病んでる人が多いように思い悩んでいます。お客様なのに私の浮気を頻繁に疑う。ブログに載せた食事には誰と行ったのか、ソフト首締めやスパンキングをした後抱きしめるという疑似 DV プレイ、お母さんみたいと言われるなどを複数のお客様からされました。はあ、複数。私はお店から MU をされているので、それが原因だとは思いますが、マニアというか、偏執的な人、理想を押し付ける人ばかりで、ヘトヘトです。他の女の子のブログを読むと、恋人や友達のように接客している方が多く、羨ましいです。これはキャラ付けの問題でしょうか？それとも私の素の性格や物言いが悪いのでしょうか？なるほどね。いや、そんなことないよ、ね。ないよ、うん。はい、まず、こうやってお客様の真相の部分、うん、本当にこう、深い部分をさ、取ってこれてるっていうのは、逆にちゃんと接客してる証拠だとは間違いない。思う。うん、だから、才能があると思うわ、うん。よく頑張ってらっしゃる。素晴らしい。まず拍手よ。拍手を送る。まあ、ヘトヘトですってことだからね。自分にとってあんまり嬉しくない客層になってしまっているぞ。それどうしたらいいのか。そうだね。はい、まあ、まずね、このお店から M 入りをされてるっていうことだと思うんですけど、はい、そこが一番買いやすいところなのかなと思う。うん、やっぱり M 押しされちゃうと、S なお客さんが喜ぶんだって思って来ちゃうよね。来ちゃうんです。はい。はい、グラビアってお尻見えますか？あれ、乳売りよりもお尻売りしてる子って結構 S なお客様来る気がします。うんうんうん、はー、じゃあパネルとかも重要だね。パネルとかも重要。それこそあんまりいちいち売りしたくないんだったら、服着てるパネルしてる子すらいるよね。制服はダメよ。服でもう制服はちょっと S より増えると、うん、なのでできれば清楚系のね、うん、こういう感じの普通の普通、うんうん、清楚系のお洋服でやるのが割といいんじゃないかな。うん、でしょ、ね。うん、まず見えるところを変えてもらう。そうね、スタッフさんにまず言おう、うん、癒し系とかにしてもらうといいよね。うん、そうそうそう、うん、落ち着いた時間を一緒に過ごせます。文章からもそういう方なのかなっていう方が伝わってくる。ね、真面目な方でしょうし、うんうん、まあ、お店の売り出しを変えるということなんですけど、はい、あとできることとしては、はい、まあ、はい、写メ日記羨ましいなっていうのをリスペクトして見てはいかがでしょうか。わかるんじゃないのよ。ものでお客様って形成されてきますよね。そう、本当にこれは何度もね、伝えていきたいと思ってることなんですけど、我々が喋り日記にこれが嬉しかった、これが幸せだって書くと、そういうお客様ばかりが集まってくるんです。本当に引き寄せだよ。だよ。怪しくないよ。これはもう、あの、多分何十分の何十でこの経験者がいると思う。うんうん、だから例えば本当にすごく優しく接してくださって、恋人みたいな気分になれて幸せでしたって一文をね、加えていくだとか、うんうん、本当にこう一緒に話してる時間、すごくお客様深いお話聞けて嬉しかったよとか、ちょっと遠く寄りにさせる。そうね、そうね。エロ売りしないと。そうだね、うんうん、だからなるべく SM っぽいところは全部排除して、うん、もし本当にそうだったとしても、そこは書かずに、うん、恋人エッセンス、うん、友達エッセンスを抜き出して表面に書くのが大事かな。特に、うんうん、あの、やっぱりセルフプロデュースの世界じゃないですか、うん、この世界って、うんうん、個人個人だからね。写真がおとなしそう、うん、文章もおとなしそう、うん、あったらエロかったが一番お客様ハマります。それいますね、ここに。何でしょうか。いや、でも、エロ全開ですから。そう。でも、私はそうやってた。でも、大事、大事。特にね、ちょっと素人系がウケるお店。まあ、王道なのよ。家族ってやっぱ、素人受けするのよ。うんうん。すごいぶっ飛んだ世界いなさそうな感じ。うんうん、うん。そこがやっぱ一番人
が出たりしますね。で、蓋を開けたらエロいみたいな。そうしたい。そう。ぐっさ、もう、お静かみよ。親近感とギャップですよ ね、この世界で。そう、うんうん、それです。曲、うんうん、なんだけど、変電とかね、そういうのとかもいいし。ね、うん、それの売り方あったんじゃないかな、うんうん、このこと。ね、ね、それをちょっとイメージしてる。じゃあ2個目は、はい、写メ日記を、ほんわか、優しい雰囲気、自分が来てほしいお客様、お、嘘でもいいから、あの理想像を書く。そうだね、うん。はい。でですよ。はい。実際に、きちゃん。きちゃん。もう首締めようとしてきました。どうする？これで3分。マリナちゃん。やったー！はい、これです。あの、茶化すっていう技がありまして。あります。これ本当のね、話題の時にもちょいちょい。挟んでいるんですが、うん、笑い飛ばしちゃえ、本気にしない、乗らない乗らない、うんうん、で、結構こうなった時に、なんかみたいな、なんだめとかやると、逆にいいんだろうなるんですよ。あの、男性ってやっぱ生き物の構造上、うん、ダメって言葉をしっかり言われない限り、うん、全部 OK っていう思考の方も多い、ダメよ、ダメよ、うん、それがいいんでしょ、それがいいんでしょ、うん、そうだね、ダメって言ってないじゃん、ダメが取るかなある、そうなんですよね、だから茶化してまずはその一瞬のこのタイミングを避ける、うん、よくあるのがやっぱりなんか、うん、そこよりこっちがいいみたいな、ね、うん、誘導もね、うん、ね、もう手をね、こう握ってこう、うんうん、動かしてこう、でも実際もしされたらあの締め返すよね、運動しちゃうタイプの、あのベテラン女性ですけど、ありましたね、ポリオメル、ポリオメル、実際にそういうタイプのお客様が来た時に、はい、本教でも使える技なんですけど、はい、なんか優しそうな方でよかった、なんかさっきのお客さんが首とか締めてこうとしてめちゃ怖くってって言って、最初にもう堀を埋めちゃおうっていう設定を、あの結構ね、私は使ってきました。さっきのお客さんすごい本気をされてみたいな、やっぱり優しそうな人でってやつですね。それによって、まあある程度この子は本当にこれが嫌なんだっていうことをね、ちゃんと教えていくことができるので、それもおすすめです。はい。で、嫉妬をしてくれる、うん、そうだね、嫉妬ね、なんかあの癖じゃないか、あの、嫉妬プレイみたいなの好きなお客様いるよね。ねえ、うん。こちらが辛い。度があるのよ、やっぱり。度があって、ね、なんか、なんか言ってるだけだな、この人っていうのと。それこそ本気もあるじゃないですか。うん、なんか、近いねーぐらいの人と、しょみたいな人。っていうのが自分の中で、あ、この人な、なんかまだ扱える、あ、わがままだなっていうのと、うんうんうん、やっぱこれは迷惑になっちゃってます。傷ついてますっていうのは、うんうん、言いますよね。そうね。言うな、それ伝え方としては、うん、そういう言い方本当良くないよとかじゃなくて、私そうやって言われると本当にしんどいし、そもそもなんか楽しんでもらおうと思ってやってるのに、うん、その辛い思いするんだったらもう無理して来なくていいよって、うん、まるまるさんのためにならないから終わりにするみたいな、そうだねって言うと、大体変わってくれる人も、うん、うん、います。そうじゃない人もいます。そうで、そうじゃない人っていうのはやっぱもうそれは迷惑な方なので、うん、どう自己肯定が下げてくる方とは、うん、お客様であったとしても仕事もあなたの人生なので、あのどんどん距離を離していただきたい。ね、時間そこに使う、悩む時間そこに使うのもったいない。うん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 、その分いいお客様がどうしたらもっと満足してくれるかなの方に頭使った方が、うん、みんなが幸せになる。そうだね、勇気を持って NG も大事です。大事です、大事です。ということで、少しは参考になってたら嬉しいなと思います、ね、我々もなんて言うとあれだ、まとめるとあれだけど、うん、まだまだ失敗続き、うん、でももちろんですよ、うんうん、本当に全なんかモンスター育っちゃったな、処分みたいなあるしある。だからまあ一個一個ちょっとね、冷静に片付けてって、自分が大ダメージを負わないようにだけ気をつけながらやっていけると、長く働けるといいですね。いいですね。味方ですから。頑張っていこう、頑張っていこう、一緒にね。ということで、この動画が少しでもあのためになったなと思う方、高評価、チャンネル登録お願いします。お願いいたします。Twitter の方のチェックと、あと、ミキさんの質問くらいに、応募ホーム、まだ、かけるので。かけるので、ぜひ。よろしくお願いいたします。皆さん、掲載希望と書いていただけると拾いに行きます。それではまたお会いしましょう。
ましょう。バイバイ。